ストは動物がその生活の必要のために自分の体外に作る特別な構造であり、その体の一部ではないものである。なお、その構造を作ることを演奏という。ストは動物が生活する上の必要から作る構造物である。その上、または中で接触や休眠、繁殖、出産、育児、避難するなどに用いる。 捕食のための構造も、巣と呼ぶことがある。例、雲の網。これは本来は捕獲装置であり、厳密には分けるべきであろうが、実際にはまとめて、巣と呼ばれることが多々ある。また、網と巣が連続している場合や、兼用されている場合もある。例、蟻地獄の巣。また、巣と呼ばれるものは、動物体と独立しているものを指す。例えば、貝殻は、巣とは呼ばれない。 5階の仲間である渦巻き5の巣と巻貝の仲間で、ある蛇貝の殻は、予備知識なしに、同じように見えるが、前者はその中で虫体が有利しているので巣であり、後者は殻から動物体を切り離すことができない。また、巣を持ち歩き、本体はその中に住んでいるものがある。例えばミノガの幼虫、ミノムシやトビケラの幼虫がそれである。ヤドカリの殻は、 巣とみなし売るかどうか、微妙である。巣はごく一時的に使用される場合と、永続的に使われる場合がある。前者の例は、ゴリラなどが夜間に休養するために作るものなど、後者の例は、トタテグモの巣である。また、普通は、巣は単独ないしペアで一つ作るが、より多数が一つの巣を共有する例もある。社会性昆虫の巣などがそれであるが、これも巨大ではあるが、 単一のペアに始まる家族であるから、それほどの乖離はない。巣の使用目的は、動物によって様々である。生活のために巣を持つ者は、巣の維持時間が、おおむね長い。繁殖のために巣を持つものでは、当然ながら、繁殖期間のみ巣を持つことになるが、毎年同じ巣を使うので、しっかりした作りの巣を作るものもある。 成長段階のある期間を過ごすために巣を作るものもある。昆虫では、さなぎの期間を巣の中で過ごすものがある。巣を自分で作れず、他の動物が作った巣を利用するものも見られる。フクロウなどは、軌道に巣を作るが、穴が掘れないので、キツツキの放棄した巣を使うという。また、巣穴を掘る動物の巣穴に強制する動物の例もある。エディアカラキの 約5億5千万年前にミミズに似た生物が海底に掘った巣穴跡と見られる化石が2018年時点で知られている巣の最も古い事例である巣の形、材料、場所は様々である巣の作り方には土台となる機質を改造するものと材料をよそから持ってくるものとがある前者は例えば土や樹木の幹に穴を掘って巣を作る 地面にくぼみを作る、などである。前者は、巣穴という言い方もするが、区別は難しい。気質中に穴を掘って暮らす者には、気質が餌であり、それを食べて進むことで背後に、穴が残る者と、ある程度安定した形の巣穴を維持する者がある。前者の場合、食べ跡が穴として残るために、巣とみなされているに過ぎないとも言える。 枯れ木や口ち木を食べる、カミキリムシの幼虫や、クワガタムシの幼虫などがその例である。木質を餌にしていても、シロアリなどは、ある程度そこに、生活のための構造を作るので、十分に巣とみなしうる。このような巣を、巣穴、専門的には、生管という。宝材料を持ってきて、巣を作る場合、材料は、葉、枝、土、泥、石などである。 都市部で巣を作る場合、金属片、針金を利用する動物もいる、カラスなど、それらを固めるために、粘液や糸など、自分の分泌物を用いる例もある。例、ジグモ、ユスリカなど、全く自分の分泌物のみで巣を作る例も少なくない。形は、管型、皿型、ドーム型、トックリ型、とっくり鉢など、その巣の目的や材料によって、 様々な形がある。無脊椎動物では細長い巣を作るものがたくさんある。海岸の砂地や海底にはカニやゴカイなど多くの動物が穴を掘って潜っている。それらの巣穴は動物の種によってそれぞれに独特の形を持つ。よく砂岩や低岩の中からそれらの巣穴が生根化石として現れる。また、泥をまとめて束ねたような巣は ユスリカやゴカイの仲間、トビムシの仲間などに見られる。スズメバチやミツバチの巣も、クダ型の巣を束ねたものと見ることもできる。サラ型の巣は、その上で産卵するものによく見られる。コチドリは、河原の浅いくぼみを利用したシンプルな巣。巨類にも、ブラックバスなど水底にサラ型の巣を作るものがある。場所は、樹上、地中、地上、葉、水中などである。 キツツキは木に穴を開けて、木の中に巣を作る。ビーバーは水辺で木のダムのようにして作る。巣はそれを使用する動物が作るのが普通であるが、他の動物が作るものを利用する例もある。特に材木のように硬い基板には穴を掘るのに、特殊な能力を必要とするから、それが可能な動物は限られる。例えばキツツキはそれに穴を掘る能力を持っており、深い穴を掘って、巣とするが、 彼らが廃棄した巣が他の鳥に利用されることは多い。さらに他者が積極的に巣を提供する例もある。アリ植物はその体の中にアリの巣となる空間を作り、そこにアリを住まわせる。アリは肉食で昆虫類の多くには脅威であるから、それが植物の表面に常駐することで害虫を排除できる。さらに入り組んだ例として、クス抜きは歯にダニシツを持ち、 そこにフシダニの一種を住まわせる。フシダニは植物に寄生する害虫であるが、それが歯に住みついて繁殖すると、増加個体が歯に出てきて、これが肉食小動物の餌となることで、それらを引きつけると考えられる。巣は特定の作られた構造であり、周囲の環境からは多少とも遮断された空間であるから、それなりに異なった環境を提供する。特にある程度規模が大きくて、 工場的に維持される巣はそこに特化した生物群衆を成立させる例がある。例えばアリやシロアリの巣にはそこに住み着く決まった生物群があり、それぞれに高アリ性、高シロアリ性生物と言われる。人の作る巣である家にも独特の生物群が住み着いている。産卵や養怪のために巣を作るものが多い。養怪のための巣を眉という。また、 口木や枯れ木に巣穴を掘って潜り込むものもいろいろある。ちょっと変わっているのは、葉の表裏の表皮を残し、その間の葉肉の実を食べるものがいる。それらについては詳細は省く。蝶、ガルイには、幼虫が食草と糸を使って、巣を作るものがいくつかある。ミノガは、下半式の巣を作る。トビケラは、ガに似た昆虫で、幼虫は水中にいて、多くは、 ミノムシのように巣を作り、それを引きずって暮らしている。一部のものは、水底の石などに固定した巣を作り、糸で作った網で硫化物を拾って食べる。チ類、アリ類など社会性昆虫は、複雑な巣を作る。社会性のチ類は大きな巣を作るが、ほとんどは一年限りである。スズメバチ、アシナガバチは、木の繊維を固めた紙のような物質で巣を作る。ニツバチの巣は、 自分の分泌した牢でできている。単独生活の鉢にも、狩鉢や花鉢などに巣を作るものが多数あり、その構造は様々である。巣の材料には様々なものが使われるが、泥を使うものが多い。ありしろありは、感情の道で繋がった複数の部屋を持つ複雑な巣を、地下や枯れ木の中に作るが、土を塚のように積み上げて地表部に高く盛り上がった構造を作る場合もある。 そのような巣をアリズカという。アミメカゲロウメの薄バカゲロウの仲間には幼虫がアリ地獄と呼ばれるものがある。それらは乾燥した砂地にすり鉢型の穴を作り、落ちてくる虫を砂を飛ばして穴の底に落とし、捕食する。生活のための構造は一切作らないが、その中で生活しているので、捕獲装置が巣の役割も果たしていると言えるかもしれない。 甲虫目では、サナギの入る巣を作るもク食いトに巣穴ができるものがたくさんある。特殊な巣を作るものとしては、シデムシ類とコガネムシ類のクソムシの多くが、幼虫を育てるために巣穴を掘り、そこへ餌を蓄えて子育てする。キクイムシの仲間には、樹木の皮の下に巣穴を掘り、そこで菌類を培養して、家族生活するものがある。また、半妙の幼虫は、 硬い地面に縦穴を掘り、通りすがりの昆虫に飛びかかって捕獲する。蜘蛛の巣と呼ばれるのは、大抵は捕獲装置であり、蜘蛛の網である。しかし、網の上にゴミなどで巣を作る蜘蛛もある。生活のための巣を作る蜘蛛も多い。巣を作る場合、多くのものは糸で作った感情のものである。入り口が網になっている場合も多い。ハエ取り蜘蛛など、徘徊性の蜘蛛でも、 産卵のために袋状の巣を作るものがある。カニやエビには巣穴を持つものがいくつかある。鉄砲エビには巣穴にハゼを強制させているものがいる。短脚類などの小型の甲殻類にも巣を作るものがある。多くは泥で作った環状のものである。誤解、ミミズなどは巣穴を作る。これらは単に穴を掘り進んでいくだけと思われがちだが必ずしもそうではなく。 固定した巣穴を持つものがかなりある。誤解の仲間には、かんざし誤解や、けやり虫など、自分の体から出した分泌物による巣穴を持ち、その入り口から触手を伸ばして、デトリタスなどを食べるものもある。一部の魚類は巣を作る。多くは産卵のためのものである。ベッタ、陶魚は、合わすといって、泡の中に産卵する。トゲウオウなどは、鳥の巣に似た巣を作り、 材料は大抵水草である。シクリットの仲間には水底に巣を作って産卵するものがある。巣を作る鳥類は多い。多くの鳥は繁殖のために巣を作る。巣は様々な材料で皿を作り、その上に卵を産む形であるが、その巣を巣穴の中に作るものもいる。大水なぎ鳥、カワセミなどは地面に穴を掘って巣を作るし、キツツキ、フクロウは 軌道の中に巣を作る。大抵の鳥類は、繁殖が終わると巣を放置して、次の年に新しい巣を最初から作る。ワシタカ類は同じ巣を使い続ける。シドリは巣を作らない。アナツバメの数種の巣は高級食材。縁の巣を参照。鳥類中最も大きな巣を作るのは、宝冠蝶目の塚作りで、彼らは卵を抱いて温めず、落ち葉を積み上げて、 その発酵熱で温める。そのため、小さな山の形の巣を作り、卵をその中に埋める。巣を作る、哺乳類もいろいろある。地下に巣穴を掘って生活する、哺乳類はあちこちにいる、モグラ、プレイリードッグ。巣の中で繁殖するような哺乳類が巣を作る場所は、大抵地中である、タヌキ、キツネ。クマは冬眠のために巣にこもり、メスはそこで子を産む。 鳥の巣のような形のを作るリスの種もある。また、ゴリラやオランウータンは宿泊のために木の枝を折って簡単ない場所を作る。動物以外に原生動物にも巣を作るものがある。人間が他の動物を保護したり利用したりする目的で人為的に巣を設置することがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。